衣装案は、兵庫県神戸市東名田区に立つ歴史的建造物、文豪谷崎純一郎の急遽。ここで執筆された代表作にちなんで、ささめゆきの家とも呼ばれる。暗号は、夫人の名前、松子にちなむ。1929年に、当時の向こ軍住吉村担高林谷1876-203に建てられた和風木造建築で、 谷崎純一郎は1936年11月から1943年11月まで居住した。なお、谷崎が居住した時期の家主は極東選手権競技大会サッカー日本代表の後藤宇津坊主であった。1986年に衣装案が所在する住吉河畔に神戸新交通六高アイランド線の橋脚建設計画が持ち上がると、 専門家から計画敷地の脆弱性の指摘があったほか、美しい景観が破壊されるとして、住民訴訟が行われたが、1990年に神戸市は建設を強行し、伊装案は同じ東灘区内の現在地に移築された。これにより、伊装案周辺の景観は本来とは違うものになったが、5年後に兵庫県南部地震が起こり、 専門家の指摘通りアイランド線の橋脚は損壊したが、移築していた衣装案は損壊を免れた。衣装案と呼ばれる家は6軒あったが、一般的に衣装案といえば、谷崎の居住期間の長さからこの急遽を指す。ありがとうございます。